落ち着いていてすごく好きな街ですね。春になったらね、あの川の方がですね、すごく桜が綺麗になります。あとね、スイーツで美味しいところがたくさんあるので後で紹介したいと思います。今向かっているのはスペイン料理のお店ですね。宿坊マダムたちがね、結構お昼に集うと言われているカフェアティックさんですね。平日にもかかわらずね、もうすごくいっぱいでした。なので予約されるのをおすすめします。宿坊で買えるね、幻のクッキーと呼ばれているミッシェルバッハの宿坊ですね、こちらになります。朝ね、整理券を並んでるんですね。それでその時刻が書いてありましてね、その時刻にまたクッキーを取りに行くというのはちょっと至難の技ですね。あとはドリッカムの吉田美和さんが好きなエルベランというクッキー屋さんのパティスリーもあります。あとはね、あのヨーキーズブランチというね、前朝ごはん食べに行ったんですけども、パンケーキが美味しいお店もあります。宿坊から九楽園までは2駅ですね、阪急で行けます。九楽園もね、閑静な住宅街でね、カフェとか、まあパン屋さんも結構いいですね。なので住みやすいと思います。今はね、どこに向かっているかというと、カラノンメンテナンスをしにね、あの気持ちどころさんというね、あのリラクゼーションサロンに向かってます。フェイスとね、デコルテの施術をやってもらいました。施術のベッドがね、ポカポカしててね、あとね、あの押してもらったりするのが気持ちよくてですね、ちょっと寝てました。こちらはバケットが有名なようなので、バケットとあとオーガニックのレモンソーダが入っていたので買ってみました。オーガニックレモンソーダを買いました。食感屋さんであっちにあるマロチュリーって見えると思います。これがね、カルト屋さんです。すごく美味しいです。昔買いよく食べてます。マロチュリーはね、アマオのタルトが一番大好きなので、ぜひ食べてみてください。先ほど映っていた高翔さんの食パンもですね、前阪急の梅田のところに売りに来てる時に買ったことがあって、すごくふわふわで美味しかったですよ。あそこにあるんですね、九楽園のところにね。でここもローゲンマイヤーっていうパン屋さんですね、ガーデンズとかにも入っています。もともと芦屋のパン屋さんですね。はい、こちらがね、動画の最初の方で私申しておりました初見のね、食パン屋さん、成松さんです。 1.5 斤600円とね、とてもリーズナブルです。こちらね、卵を使ってないそうなのでね、アレルギーのお子さんも食べれると思います。吉川さんのバケット、すごくね、カリッとして美味しかったです。吉川さんは2005年のパンのワールドカップで3位に、ね、なってるようなので、ぜひ他のパンもチェックしてみてください。
私のチャンネルではお出かけスポットやグルメなどについて紹介しています。チャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。インスタグラムなどもやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。